こんにちは、 ABS プロスタッフの徳江和則です。今回は ABS 最新作なのですアキュスイング9のレポートをお送りいたします。ウレタン素材を使わないカバーストックを独特な製法で作り上げてきたナノデスシリーズもアキュラインから始まりアキュスイングへと変わり、また時代の流れとともに進化を遂げてきました。今や国産のボールが ABS を支える中心の存在となったのも日本の文化やスピリッツが欠かせなかったことは言うまでもありません。そのアキュスイングシリーズも終盤に入り、なのですアキュスイング9の発売です。国産のボールは常に開発を進めており、特にカバーストックの進化はアメリカのケミカルディレクターをロモをうならせる勢いであり、今回このアキュスイング9に採用されているカバーストックも前作アキュスイング8のバージョンアップ版でポリッシュされていても滑ることなくしっかりと曲がってくるのが特徴です。特にポリッシュ加工を施していてもミッドエリアでの動き出しは非常に安定感があり、その後のフックからロール機の柔らかく切れ込むリアクションはポケットヒットを狙いやすい安定した軌道を描きます。そこからピンアクションを助ける国産独自の衝撃吸収システムはすでにナノデスシリーズの代名詞でもあり、マグネット構造とのコアドへ相乗効果も伴い匠レベルの仕上がりです。対応コンディションはミディアムからミディアムヘビーが使いやすいでしょう。バックエンドの動きが足らない場合はやや曇らせることでパフォーマンスは出ますが、その場合は前作とのアキュスイング8と一緒に使われることが良いでしょう。ですので領域としては8の次に9というイメージで使用できると思います。最近はピンアクション勝負できるボールが購入の境目になることもあるでしょう。その時にこのボールは欠かせません。今回のアキュスイング9はやや走りを出したスキッドスナップ系性能です。柔らかく切れ込み衝撃吸収システムの柔らかいピンアクションがストライクを生み出します。ぜひ皆様このナノデスアキュスイング9お試しください。